大葉のトンボ草は、卵割れ詐欺草族の知性の多年草。別名、野山トンボ、野山トンボ草。根は、防水状になり飛行する。茎は単一で直立し、高さは25から60センチメートルになり、茎の浴状になる量が目立つ。葉は五星し、下方の2から3個が大きく、長楕円形、または強長楕円形で、最下部の葉は、 長さ7から12センチメートル、幅2.5から3.5センチメートルになる。下部の葉の先端は尖り、円は前円、基部は茎を抱き傭兵はなく、トンボ層のような傭傷はない。葉の表面は光沢があり、地面の趣脈のの部分が浴場に隆起して茎の翼に続く。茎の中部以上につく葉は、次第に小型になり、皮心型になりつとに続く。 火器は6から7月。相乗果樹に、黄緑色の花を10から25コマバラにつける。ツとは好奇心型になる。背学片は甲卵形で、長さ4から5ミリメートル。側学片は強調楕円型で、背学片より長く、強く後方に反り返る。側花弁は、半節卵形で、背学片より少し短く、背学片とともに、兜状に重なる。 新弁は高線形で長さ6から8ミリメートルになり、巨は長さ12から15ミリメートルになり、下方に垂れ、脂肪より長い。日本では本州、四国、九州に分布し、断温帯の日当たりの良い低山や丘陵のソリン内に生育する。国外では朝鮮半島、中国大陸、台湾に分布する。大のトンボは、 大葉の影老僧の意で、同族のトンボ僧に似て、葉が大きいことから来ている。種小名マイナーは、より小さいの意味。牧野富太郎は、大葉のトンボ僧の和名を、プレーテンセラサショリネンシスに移し、本種の和名を、野山トンボ僧と、新称した。しかし、和名の混乱を恐れた、前川文夫が、元の名に戻した。ありがとうございます。